こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは8食品さんのカレーです。カレー専門店のキノコなカレーです。たっぷりキノコとコクのある美味しさと書いてあります。辛さは中辛ということで、キノコを使ったカレーっていうのは今までレトルトカレーとしては何点か食べてきました。メイン具材がキノコということで、何点か食べた上で の私の感想とすれば、カレーソースとキノコは合うなという、印象で言います。今日のカレーは、とてもお求めやすい価格のカレーです。そういった低価格のカレーでどこまで、美味しさ、旨味が、表現されているか、今から食べてみたいと思います。カレー専門店のキノコなカレーです。入っているキノコはヒラタケ、マイタケ、マッシュルームです。ではいただきます。カレーソースにきっとキノコの苦味だと思うんですけど、想像以上に染み渡っています。あまり今まで食べたことのない味わいです。ごちそうさまでした。珍しい味わいがしました。珍しいなと思いながら食べていて、結局最後までその思いは変わらず食べ進めることができました。最初に言ったんですけど、キノコの苦味を感じます。これはしめじであり、舞茸のキノコの風味から来るもんだと思うんですけど、そういった意味でカレーソースに十分染み渡っていて、今まであまり食べたことのない味わいがしました。言い方を変えれば、その苦味が少し、大人っぽい味わいと言ってもいいのかもしれません。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。